おはようございます。簡単マイコン教室、おちゃん先生の土井です。と月、火、水はマイクロビットの説明動画を公開しています。今はですね、スクラッチのバージョンさんとマイクロビットの連携ということで、最終的にはマクイーンっていうロボット型の車で、車型のロボットですね、を動かしたいんですけど、今日は今マイクロビットに書き込んで、スクラッチとマイクロビットが連携するかっていうのを 見ていきたいいなと思いますただですね、えー、今日手元にあるのがバージョン2じゃないので、バージョン1でやろうと思っています。まあ、ちょっとマイクロビットモアのページ。で、えー、マイクロビットモアはバージョン2ってなっているんですけど、バージョン1時代から作られているんで、このプロジェクトの中のこの V1 っていうのを見ると、V1 でやるときこれをやらないといけないのかなと思ったんですが、これ2で動かないだけで、 1,2対応しているのが V2 なので、まあ、V2 をあとマイクロビットのバージョン1に書いても問題なさそうなので、えー、これでやっていこうと思いますで。この写真でもこれバージョン1のマイクロビットなので、まあ、基本的には動くということのようなので、えー、これに沿ってやっていこうと思います。まずはマイクロビットのプログラムですよね。これをマイクロビットに書き込みますと。 マイクロビット選んで書き込みます。で、マイクロビットに書き込みました。結構書き込み時間かかってますね。はい。で、今、なんか文字が出てますね。うん。 これ方位センサーのキャリブレーションなので初めて書き込んだらちょっとこうマイクロビットをこう動かしてこの前面の LED 全部がとプチプチでうあの LED の点滅で埋め尽くされるようにしてくださいこれで今、はい、全部やるとニコちゃんマークになってでこのマイクロビットのコードみたいなのがずっと流れます E、とでこの状態になれば OK なのでこの状態になればエディターでマイクロビット開いてもらうスクラッチを開いてもらってでこのマイクロビットモアのマイクロビットのボタンをクリックしてもらってこの,このオレンジ色のやつこれクリックして自分見えている自分のマイクロビットとペアリングしてください。 でするとこれで接続されてあとはプログラム書けますよっていう風になってマイクロビットの方は M という文字が出ますでこれでスタンバイ OK という風になりますでちょっと今日はプログラム書くのは大変なのでここにあるサンプルプログラム接続を確認するプログラムをちょっと動かさせてもらってはいでこれで改めてつなぎましょう はいこれでつながりました。で今どうなってるかっていうともうすでにつながっていてこれがマイクロビットの画面なんですけどここに明るさが出ていて手を乗せると数字が小さくなって明るい方に近づけていくと蛍光灯に今近づけてるんですがどんどん大きくなるというふうになってこれでマイクロビットと スクラッチが連携したプログラムがかけていると。で、A ボタンが押されたときですね。つながったらコスチュームがオンになって、切れたときはコスチュームがオフになると。マイクロビットのコスチュームが2種類あって、あ,あ切れたときのコスチュームと、 ハートのコスチューム。ちゃんとコスチュームとして用意されてるんですね。それをスクラッチの方のプログラムでコスチュームを変えて、このシミュレーター上も動くようになってるわけですね。で、今つながっている。つながっているっていうのはここが緑になってるっていうことです。ここがおなってる時にこの A ボタンを押すと、A ボタンを押すと、ハートマークになりました。 B ボタンはプログラムされてませんよね。切れたときって一回電源抜いてみましょうか。切れたときは、あ、切れたときは一応ここが黒くなって、で、オフになって、で、切れると再接続してくださいっていう画面が出てくるので、またもう一度電源入れて、マイクロビット動いたら、この一回キャリブレーションすると、このマイクロビットのプログラム書き換えない限りは、 何て言うんですかね、キャリブレーションはしなくていいはずです。今、バージョンが表示されてますね。で、再接続切れたときは、これで接続し直してもらって、エディターに戻ると、A ボタンでアートに変わる。っていうふうになります。はい。これで、基本的にはマイクロビットとつながっているっていうことになります。 はいでもう一つはすいませんこれは今日距離センサーがないのでこれは試せないので今日はここまでということで基本的なマイクロビットモアの使い方をご紹介しました非常に簡単に使えてですねまあ多分もうあのスクラッチ作れる人であればこれで、えー、スクルマイクロビット側のプログラム ですねプログラムはあまり書かずにスクラッチで動かせるようになってるんじゃないかなと思いますただマクインを動かそうとするとあマイクロビット側にもプログラムを書いて、えー、マクインを動かすプログラムを書いてスクラッチから情報が来た時に動くっていう風にしなきゃいけないという風になりますここが結構大変だったんじゃないかなと思うんで とそれを思い出すのが明日とその次の週ぐらいになるかなと思っています。はい、今日はマイクロビットもあの基本的な使い方を紹介しました、はい。今日もご視聴いただきありがとうございましたと。このチャンネルでは毎朝朝6時に月火水をマイクロビット、木金土は WebVR の説明動画を公開しています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて毎日、毎朝見ていただければと思います。今日もご視聴。 ありがとうございました。<music>